今季のデマデローザンってもう無双しまくってるでしょ。ほんであのユニフォーム、あの背番号やから時々ルカワに見えてきません？やばいよな、あのバックツーバックゲームイニングブザービーターかて人間離れしたプレーですよね。こうやって堂々と言える日が来るなんて思ってなかったけど、今日は今シーズン間違いなく MVP 候補であるデマデローザンについて語りたいと思います。リクト AF。こんにちは、リクトです。皆さん明けましておめでとうございます。2021年は大変お世話になりました。2022年も今年はね、ほんまバラエティを増やしていろんなコンテンツ作っていこうと思ってるので、今年もどうぞよろしくお願いいたします。はい、では今回のトピックに移りましょう。デマー・デローザンといえばリーグでも屈指のアイソレーションプレイヤー、今では珍しい90年代っぽさを持ってるプレースタイルで、ミッドポストでの技、フットワーク、スピンムーブやポンプフェイクをうまく使うことで常に自分のペースで焦らされることがなく、オフェンスでは無双することができてます。自分のペースっていうのがしっかりとありすぎて、もうディフェンスしようがない時もありますよね。どんだけいいディフェンスしても、例えばデローザンがもうあらかじめディフェンダーに、俺今から右にドライブしてからクロスオーバーして、ほんでそっからスピンムーブしてから3回ポンプフェイクして4回目にシュートすると思いきや、もう1回ポンプ入れて打ちますって教えてもディフェンスできない時っていうのはあります。ポストプレイヤーポンプフェイクはサム・カセールやアンドレ・ミラーを見て習い、ファールの稼ぎ方はコリー・マゲッティで、全体的なオフェンスのゲームはちょっと昔の選手ですけど、アレックス・イングリッシュを研究して上手くなった。でもちろん彼のナチュラルポジションはシューティングガードなんで、ジョーダンやコービーやディ・ウェイドも彼にとって大きな存在やった。でもすでにこのイントロでお気づきかと思いますけど、普通の選手の何倍もバスケに対してのその研究する姿勢っていうのが高かった。いろんな時代の選手のプレーを見て学ぶのが好きやったんで、小さい頃からほぼバスケ一筋というような生活をしてたんです。まあこれは家族のおかげっていうのもあれなんですけどね。というのはデマーはカリフォルニア州のコンプトンという、まあ当時は特にものすごい治安が悪いので有名な地域で生まれ育ったんですね。ギャングとか暴力とかそういうのが普通に日常生活の一部やったんで、そういう危険なことに巻き込まれないためにはスポーツとかに熱中しないといけない、そういう環境やったわけですよ。デマーという名前かて、お母さんの弟レマーから来てて、彼は20歳の時に近所で銃で撃たれて亡くなった。デマー自身も5歳の時に初めての葬式に行って、それは自分のおじさんのやったんですけど、高校ではクラスメートが亡くなることなんて全然珍しいことではなかったし、彼の親友かて銃で撃たれて亡くなってしまった。でもちろんこれはまあコンプトンに限らないですけど、警察かてね、黒人やっていうだけでデマーやデマーの友達に暴力を振るったり、何も悪いことしてないのに友達を逮捕したり、車でうたた寝してるだけなのに銃で撃ち殺したり、要するに誰も信用できないような環境でいろいろと辛いことを乗り越えないといけなかったんです。でまあさっきのポイントに戻りますと、そういう危険なところで育ってるということで、デマーのご両親はデマーがちょっとバスケにハマり始めた時に、とにかく彼のバスケに対しての気持ちを一生懸命サポートした。警察は別にそんなこと関係ないですけど、少なくともギャングメンバーとかはそういうアスリートとかラッパーに対してのリスペクトはあるので、デマーも中学とか高校で名が知られるようなバスケ選手になっていったことで、そういう危険なギャングのアクティビティとかからは距離を置くことができるようになったんですね。ちょうどこの頃、中学とか高校の時にマスター P って、まあ、ヒップホップファンなら知ってると思いますけど、彼もちょっと NBA での経験があるようなぐらいのものすごい選手やったんで、彼の AAU かなんかサマーリーグのチームでデマーもプレーすることができ、そこでマスター P に直接学んだことの中の一つで、まあラッパーとか、まあもちろん NBA 選手とかもそうですけど、高級車とかジュエリーとかそういうお金で買えるようなものをじゃんじゃん見せびらかしてるラッパーとか選手はいますけど、最終的にはそんなもん関係ないやでっていうことをマスター P が教えてくれ、デマーはその時に、あ、自分にとって大切なことはバスケから得ることができるお金ではなくバスケ自身なんだなということに気づいた。高校に入る頃に彼は強豪校のドミンゲスハイスクール、いろんな NBA 選手が卒業してますよね。そっからはデニス・ジョンソン、セドリック・セバロス、タイソン・チャンドラー、ブランドン・ジェニングズ、テーション・プリンス、だそこに行くんじゃないかって思われてたんですけど、であとは州は全然違いますけど、オークヒルとかにも誘われてたんですけど、結局デマーはその自分のストーリーを作りたい、自分のユニークな道を作るために、ほんであとは家の近くにいたいっていうのもあったんですけど、どっかで聞いたことあるなこれは。
結局デマーはコンプトンハイスクールに進学することを決めた。高校4年になった頃には彼はアメリカでトップ10選手になってて、大学ももうどこにでも行けますよっていうレベルやったんですけど、今回も自分の道を作りたい、そして家の近くにいたいというので、バスケ的にビッグネームスクールからのオファーは全部却下し、 USC に行くことにした。この決断前に USC に見学しに行った時に、スワギー P がね、ニック・ヤングが活躍してるのを見て、うわかっこええな、ああいう風になりたいと思ったらしいです。全然関係ないですけど、そろそろニック・ヤングも 10 デーコントラクトもらってもいいんじゃないですかね。ニック・ヤングさん NBA に戻ってくるんですかって今聞かれたらYeah, most definitely, man. Yeah, of course, man. って今やったら言うと思いますよ。 USC でしっかりと活躍した結果、デマーは2009年のドラフトで9位でトロントラプターズに指名されました。ドラフトの当日はテキストメッセージ、携帯の受信ボックスが相当パンパンになって、電話代やっばーもうどうしようっていうのでものすごいストレス溜まってたらしいですけど、それもなんとかルーキー契約で解決できたらしく、当たり前や、子供の頃から両親に約束した NBA に入ってお父さんとお母さんを楽にさせてあげるっていう夢を叶えることができました。最初の数年間はポテンシャルのある、まあ主にダンカーっていうイメージが、まあこれは個人的なイメージだけかもしれないですけど、すごいよう覚えてるのは、僕の友人がデマーはいつかオールスターになるって言った時に、他のみんな僕も含めて、いやまあなれるかもしれないけど、そんな言い切れるっていうぐらいの選手やった。身体能力は文句なしでしたけど、結局身体能力だけで終わってしまったっていう選手は何十人も見てきたわけですから、今のデマーは正直想像できなかったです。カリフォルニアで生まれ育ったデマーにとってはカナダはもちろんカルチャーショックやったんですけど、ラプターズファンのバスケに対しての愛情っていうのがグッときて、気づいたらデマーは一生ラプターでいたいし、いずれはトロントのフランチャイズのナンバー選手になりたいっていうのを目標にして頑張り続けた。 NBA に入ってからの2人目の監督ドゥエイン・ケイシーとは親子みたいな関係を築き、子供とか学生の時と変わらずデマーは常にジムで自分のバスケスキルを上げることだけに専念した。そしてもちろんトロントではカイル・ラウリーという親友と出会うことができた。でおもろいことは、最初の1年間彼らそんなに仲良くなくて、会話って言ったら、あ、うるす、お疲れです、あ、お疲れです、今日は天気、いいっすね、あー確かに曇りっすねっていうケミストリー不足な感じがあったんですけど、ちょうどカイル・ラウリーがニックスにトレードされることがもう 99% 決まったぐらいの時からで、まあ結局トレードされなかったんですけど、それぐらいの時に急にラプターズも勝ち始め、でどうせもうトレードされることもほぼ決まってるから失うこともないっていうマインドセットになった2人はいきなり仲良くなってしまって、 NBA1、2を争うぐらいのトービーとボビーぐらいがライバルじゃないですか、それぐらいの親友になった。オンコートでもオフコートでもケミストリーがぐんと上がった2人はラプターズをイースタンカンファレンスコンテンダーのステータスまで上げることができ、プレーオフでもいいところまで行ったんですけど、どうしても一つのロボットに勝てなかった。ほぼ毎年レブロンにボコられ、2018年のシーズンデマーがダークホース MVP として活躍した時も結局スイープで終わってしまった。悔しいけど、まあ相手人間ちゃうからしゃあないなと。ラプターズも若干開き直ってたところはあったと思うんですけど、ラッキーなことに2018年のオフシーズンにその最新のロボットがさらにアップグレードされるためにシリコンバレーにシッピングされた。やったよ、もうジョイングルーズ様ありがとうございます。これでやっと東を制覇できると思ったんですけど、ご存知の通りこの夏ですね、デマは残念ながらまたこれは違うタイプのロボットとトレードされ、サンアントニオスパーになることが決まった。まああまりのショックで車を運転してくれてたね、運転手にちょっと止まってと、2時間ぐらいどっかの駐車場で止まったまま帰るには電話したらしいし、あとルーディーゲイにも電話したら、予想外にルーディーにはなんか爆笑されたらしいですけど、はっはは、俺たちまたチームメイトやなみたいな、そういうリアクションやったんで、それはそれで腹立ったってデマ言ってましたけど、結局かわいそうなことにラプターズはあんだけレブロンに
に倒され続け苦戦してたのに、レブロンがやっと西カンファレンスに移ったと思ったら、デマは再チャレンジすることもできず、親友と元チームメイトたちがカワイロボートと共に優勝することをテレビで見ることしかできなかった。この時に一番やっぱ辛かったのは、チームメイトたちが優勝したってことに対しての喜びはあったものの、デマがいなくなったらラプターズが強くなったっていう意見を持ってる人が増えたことに対して傷ついたと言うてました。まあでも今までのバスケ人生のことを考えてみると、自分はいつもアンダードッグやったってことを思い出し、コンプトンハイでも USC でもラプターズでも最初は必ず弱いところからコツコツと頑張り、チームもどんどん強くなっていって、で最終的には結果を出すっていうのが自分のスタイルやっていうことを気づき、スパーズは優勝候補ではなかったけど、ここでも何かにつながるこう積み木をこうビルドしていくプロセスに力を入れようというふうに気持ちを切り替えた。ラプターズでの最終シーズンは、デマーは3を打たないんじゃなくて打てないという批判に腹を立て、何クソという気持ちで3をもっと打ってたんですけど、スパーズの監督ポップは3がもともと好きじゃなかった。だからちょうどいいフィットやったんです。自分らしいスタイルに戻ることができ、おねキャリアで初めて、バブルではパワーフォワードをやったり、あとはポップが彼のことものすごい信用してたんで、4番やりながらもポイントガードの役を任されたりもしました。まあ、相変わらずディフェンスではテニスラケットやったんですけど、ね、穴だらけ。でもたくさんのやる気のある若い選手に囲まれたことで、頼られるリーダーとしてフォースクォーターでのゴーツーガイとしてもっと自信がついたんですね。クリエイト能力もトロントでもちょっとずつ上手くなってたんですけど、正真正銘のポイントガードとしてオフェンスを仕切るという経験も積むことができました。そして今回のオフシーズン、てっきり自分はレイカーズに行くと思ってた。しかしラスのトレードがいきなり起こったことで、レイカーズもお金がなくなってしまい、プラン B やったシカゴに行くことが決まった。お金的にはデマデローザに3年85はちょっと上げすぎなんちゃうという声が上がってましたし、僕も実際にデローザ自身はいい選手かもしれないけど、他にそんだけのお金をオファーしてるチームがいたとは思えないので、払いすぎなんちゃうと思った中の一人でした。しかしこの契約はデマーにとってはもちろん、シカゴにとってもものすごいいい判断やったってことが今のところ証明されてますね。ラビーンと一緒のコートでボール足りるのかっていう心配はありましたけど、彼とのコンビプレーはもう抜群ですし、ブーチとは USC 時代チームメイトやったんで、ずっと NBA に入ってからもいつか一緒にプレーしたいなって言ってた。それが今回やっと叶ったし、なんとなくですけど今回のデマーの役目っていうのはサンズにとってのクリス・ポールに似てるような気がします。いざという時に頼れる、チームを落ち着かせることができる存在、優勝はしたことないけどプレーオフの経験豊富でチームを引っ張っていけるオールスター選手。デマーはランキング的に言うたら CP ほどのスーパースターじゃないかもしれないですけど、さすが高校の時から大先輩のコービーと一緒にトレーニングしてるだけあって、バスケに対する熱さっていうのはほんまマンバですし、そろそろ本格的なプレーオフでの成功っていうのを味わってほしいです。年齢的には全盛期ちょうど終わった頃のはずなのに、珍しいですけどこの年になってなんか今のデマーデローザンが一番なんかコンプリートな選手になってません？コートの外でのメンタルヘルスに関する活動とかもものすごい頑張ってますし、なんかいい意味でトロント時代よりもほんまに NBA にとって中心的な存在になってるなっていう感じがしますよね。今シーズンシカゴブルーズがここまで強くなるって思ってなかったんで、デマーがこのまま MVP レベルでプレーすることができれば、プレーオフ始まる頃にはほんまの優勝候補として見られるようになってるかもしれません。まあ、昨シーズンはデマーもいろいろとあって、バスケを始めたきっかけ、モチベーションを常に上げてくれたお父さんが亡くなってしまったので、ものすごい大変な年やったと思いますけど、今シーズンブルーズはリーグの中でもほんまはもうエクサイティングプラス強いっていう強豪チームに今のところ見えるので、ほんま頑張ってほしいです。まあ、一つブルーズに関して言うと、パット・ウィリアムズの代わりになるような 3&D 選手がどっかで見つけることができればいいなってことですね。はい、以上ですが、皆さんはデマー・デローザについてどう思いますか？コメント欄に書き込んでください。最後に前回の Most Underrated Comment goes2121MJR さんの、ジャーは日本の満員電車の中でもフィニッシュできる能力持ってそう。 NBA を見始めて間もない友達がいましたら、ジャーの凄さっていうのはもうこれで説明してください。はい、これからもバスケ NBA の面白さをみんなで広めていきましょう。デハデハ、平和。